というわけで、おはようございます。というわけで、2日目。今日はまず、出雲大社から行きたいと思います。じゃあ、早速、行ってきましょう。行きましょう。というわけで、今は島根県の出雲大社にやってまいりました。大社。次は岡山県だっけ？満喜堂。岡山県の満喜堂に向かいたいと思います。ちょっとこれ、ひどい。鳥取砂丘でスタピライザーが砂になりました。やばい。Close, no, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. というわけで、ちょっと満喜堂っていう洞窟、鍾乳洞にやってきたんですけど、ちょっとこれを見てください。なんと、終日休業でやってませんでした。というわけで、行く場所をなくした僕たちはちょっと今から Google で適当に岡山のちょっと観光地を調べて別件に向かいたいと思います。行きましょう。というわけで、満喜堂をやられて、どこだっけ、王子川岳にやられてやってきたのは高谷神社。マジでやばい、本当にもうついてない。いや俺らついてないよね、普通にマジで。あーやばい、これこれ伝わんのかな、これやばくない、これちょっと、はあ、汗が止まらん。逆に見たくないわ。あとちょっとで登りきります。マジでやばい、わかるかな、この汗の量やばい、マジできつすぎる。この山を登った先には絶景が待っているでしょうか、絶望でしょうか。ああきっち、あ見えた、後ろやべえ、涼しい。着きました、高谷神社着きました。マジでやばい、はあ、高谷神社。さあこの後ろの景色を振り返ると、いやえぐい、マジでやばい。You touch my soul.